私、パートに出ようと思ってるんです。え、どうしてだよ、のぞみ。俺はいつも十分な生活費を渡してるじゃないか。夫は目を丸くしながら私を見ている。のぞみさん、あなた散財しすぎなんじゃないの。そう言って鼻で笑う義兄嫁に私はカチンときた。私が生活費の捻出に困っている原因はお前なのに、何人ごとのように私を責めているんだよ。腹が立った私は義実家の人たちの前で全てを話した。お姉さんが毎日家に来てご飯を食べていくので、食費がひどいことになっているんです。私の名前はのぞみ、30歳の専業主婦だ。夫の正人とは結婚して2年になる。私たちは同じ職場で働いていた同僚で同期でもあった。同じタイミングに会社に入ったことから自然と話すことが多く、私たちは自然と惹かれ合っていった。交際が始まったのは25歳の時で、付き合ってから3年が経った頃に結婚をした。付き合っていた頃に同棲を始めていたので、私たちはお互いの生活スタイルなどもよく理解した状態で結婚ができた。結婚してからは私は寿退社をして専業主婦に。それからは夫のために毎日一生懸命に家事を頑張った。毎日の朝食とお弁当作りも欠かさず作り、晩ご飯も毎日できる限りメニューが被らないように、料理本などを見ながらいろんなレシピを試した。すごい美味しい。また腕を上げたね。夫はそう言って、私が作ってくれた料理をいつも美味しく食べてくれた。今日のお弁当もとっても美味しかったよ。また今日のおかず作ってよ。わかったわ。嬉しそうにそういう夫を見て、私はまた作ってあげたいとついつい思ってしまう。夫の喜ぶ姿を見ることでモチベーションが上がるのだ。だから料理をするのは何の苦でもなかった。むしろ自分の腕が上がり、夫が喜ぶ姿が見れるから毎日料理をしていて楽しかったほどだ。だがそんな幸せな私の生活が、まさかの人物によって狂わされることになると思いもしなかった。それは夫と結婚して2年が経った頃のある日のことだった。マサト、のぞみさん、久しぶり。アキラ兄ちゃん久しぶり。ユカさんも久しぶりです。その日は義兄夫婦が私たちの家に遊びに来た。もともと義兄夫婦は義兄の仕事の関係で地方にいたのだが、つい最近こちらに戻ってきたのだ。兄ちゃん、なんだか痩せた。ああ、そうかもしれないな。向こうでは結構忙しく働いていたからな。あとはジムで筋トレを始めたのも理由としてあるかもしれないな。そうなんだ。俺も運動とか始めようかな。最近ちょっと太っちゃってね。そうなのか。ああ、のぞみの手料理がうますぎて、ついつい食べ過ぎてしまうんだ。幸せ太りってやつか。間違いないね。夫と義兄は兄弟仲が良くて、楽しそうに会話をしている。夫がいきなり私を褒めるから恥ずかしくなってしまった。ちょっとマサト、いきなり何を言うのよ。え、だって本当のことだろ。今日だって兄さんたちに食べてもらうじゃないか。そうだけど、ハードルを上げないでよ。ごめん。でも本当に美味しいから自慢をしたくてね。それは楽しみだな。だからハードルを上げないでってば。私も会話に入り、楽しい時間を過ごした。そして私は前もって用意しておいた料理を温めて、食卓にどんどん出していった。わあ、本当に美味しそう。義兄嫁は私が出した料理を見てそう言った。義兄嫁は来た瞬間にすぐにお酒を開けて、みんなより早いペースで飲んでいた。一人でも楽しそうにしていたのだが、料理が出てくると人一倍嬉しそうにした。私は取り皿を用意してみんなの前に置いた。そして義兄夫婦が私の料理を口にする。おいしい。マサトの言う通りだな。お店に出ててもおかしくないレベルの味だよ。
のぞみさんは天才だな。そんなことないですよ。でもありがとうございます。とっても嬉しいです。俺の言った通りだっただろう。のぞみの料理がうますぎて太っちゃう俺の気持ちわかるでしょ。ああ、こんな美味しい料理を毎日食べられるマサトが羨ましいよ。義兄がそんな風に褒めてくれて私は本当に嬉しかった。義兄夫婦は私が作った料理をペロリと平らげた。今日は本当にありがとう。そしてごちそうさま。またのぞみさんの手料理食べたいわ。ぜひいつでもいらしてください。義兄夫婦と挨拶をしてその日の食事会は終了した。だがそれからが私の悪夢の始まりだった。翌日、私が一人で家にいるとインターホンが鳴った。誰だろうと思いながら出ると、それはなんと義兄嫁だったのだ。お姉さんどうしたんですか。私は最初義兄嫁が忘れ物でもしたのかと思った。義兄嫁も専業主婦をしていて仕事はしていない。だからこうして平日の昼間にやってくることができるのだ。ああ、忘れ物ではないわ。え、それじゃあ何ですか。私は少し身構えた。昨日の今日なので遊びに来たということではないだろう。何か大事な話でもあるのだろうか。実は昨日のお料理がとても美味しかったから、のぞみさんにレシピを教えてほしいなって思って。え、あきらにももっと美味しいものを食べさせてあげたいからね。お姉さん、私は感動した。お姉さんはお兄さんのことをとても大事に思っているのだな。それならば全然お安いご用だ。もちろんいいですよ。何か教わりたいレシピとかありますか。とりあえず何でもいいから今冷蔵庫にあるもので何か作ってよ。そういう方が参考になるでしょ。なるほど、そうですね。義兄嫁にそう言われて私は冷蔵庫の中を見た。冷蔵庫には人参やじゃがいもに豚バラのブロックがあった。ちょっと今日は寒いですし、ポトフでも作りますか。やった、ポトフ大好き。喜ぶ義兄嫁を見て微笑みながら私は早速準備に取り掛かった。義兄嫁はスマホでメモを取りながら私の作る工程を見ていた。せっかくだから晩ご飯にしてしまおうと思い、私は夫の分も含めて3人分作った。ポトフはじっくり煮込まないといけないので、具材を入れて火にかけている間に洗い物を済ませた。あとはこれで数十分煮込めば完成です。思っていたより簡単なのね。そうなんです。最初に野菜と肉を焼き付けるのがちょっと手間ですが、あとは楽です。それじゃあ完成するまで飲みましょう。え、でも夫が帰ってくる前にお酒をいただくわけには。ええ、せっかく私が来たんだから飲みましょうよ。そう言って義兄嫁は勝手に赤ワインを取り出して開け始めた。え、ちょっと、昨日家に来たから覚えていたのか、グラスを2つ用意してワインを注ぎ始めた。乾杯。私は夫に心の中でごめんねと謝りながら乾杯をした。そしておつまみを食べながら義兄嫁とワインを飲み、ポトフができるのを待った。その後ポトフが完成し、器によそって義兄嫁に出した。おいしそう。いただきます。義兄嫁は悶絶しながらポトフを食べていた。こんな風に喜んでくれるなら作りがいがあるなと思いながら、私もポトフを食べた。うん、おいしくできている。夫にも喜んでもらえるだろう。ふう、おいしかった。ごちそうさま。アキラさん喜んでくれるといいですね。え、ああ、そうね。それじゃあ私帰るわね。そう言って義兄嫁は帰っていった。だがその翌週にまた義兄嫁が家にやってきたのだ。のぞみさん、今日も料理教えてもらえるかしら。
はあ、私はちょっとだけ困ってしまった。こんなに早いペースで何度も来るとは思わなかったからだ。その日は私はキーマカレーを作ったのだが、義兄嫁は今度はメモを取っていなかった。レシピ覚えられそうですか？ああ、大丈夫よ。大まかに覚えているから。そう言っている義兄嫁の手にはすでにワイングラスがあった。飲みながら調理工程を見て覚えられるのだろうか。私は疑わしく思いながらも調理を進めていった。真剣に作っていたら、義兄嫁は気づいたら食卓について、おつまみを食べながら赤ワインを飲むのに夢中になっていた。あの、お姉さん、作るところ見なくていいんですか？もう完成でしょ？だったらいいでしょ。それよりも早く食べましょうよ。なんだか自分勝手だなと思いながら、私はキーマカレーを義兄嫁に出す。義兄嫁は美味しそうに食べて、酒もまた追加して飲んでいた。これ結構多めに作ったでしょ。タッパーに入れて持って行っていい。アキラにも食べさせるわ。え、自分で作ってあげないのかよと思ったが、夫の分を残してもギリギリ義兄の分が取れそうだったので、タッパーに入れてあげた。ありがとう。じゃあまたね。そう言って帰っていく義兄嫁。そしてそれからも義兄嫁は頻繁に家にやってきた。最近は作っている過程など見もしないで、お酒を飲んで料理ができるのを待っているだけだ。またタッパーに詰めて義兄の分も持って帰っていくのも当たり前のようにしている。私はさすがに参っていた。だからある日、私は義兄嫁に文句を言った。お姉さん、こんなに頻繁に来られても困ります。なんで？家が近いんだから別にいいじゃない。もともとは料理を教わりたいって言ってたのに、最近は全く教わろうともしていないじゃない。それは私が作るよりも、のぞみさんが作ったものをタッパーに持って行って温めて出す方が美味しいし簡単だからじゃない。悪びれる様子もなく堂々とそんなことを言ってくる義兄嫁。自分が悪いと思っていないから余計に厄介だ。いろいろと思うところがあり、私はとても悩んでいた。そんな中、正月になり、義実家に義家族全員が勢ぞろいする日がやってきた。最近は義兄嫁も含めて、たくさんの量の料理をしなければいけなかったから、私は久しぶりに休むことができた。その日は義両親が私たちのことを気遣って寿司の出前を取ってくれた。普段たくさん料理をしているでしょうから、正月くらいは休んでね。義両親のその気遣いがとてもありがたかった。そして私たちはお寿司とお酒をいただきながら、みんなで会話を楽しんだ。のぞみさん、最近どうなの？何か変わったこととかはない？義母がそのように話を振ってくれたので、私はつい頭の中で考えていたことを口に出してしまった。私、パートに出ようと思ってるんです。え？私の発言にみんなが驚いた反応をした。どうしてだよ、のぞみ。俺はいつも十分な生活費を渡してるじゃないか。夫は目を丸くしながら私を見ている。うん、そうなんだけど。夫は昇進をしてそれなりに給料も高い。だから普通の生活をしていたらお金が厳しくなることはないのだ。そんな時、一番口を出してはいけない人物が口を出してきた。のぞみさん、あなた散財しすぎなんじゃないの？贅沢をしすぎちゃダメよ。私たち専業主婦はいかに節約をするかが大事なんだから。そう言って鼻で笑う義兄嫁に私はカチンときた。私が生活費の捻出に困っている原因はお前なのに、何人ごとのように私を責めているんだよ。腹が立った私は義実家の人たちの前で全てを話した。お姉さんが毎日家に来てご飯を食べていくので、食費がひどいことになっているんです。え？
私の発言にまたみんなが驚いた反応をした。それはどういうことなんだい。義兄が真剣な様子で私に尋ねてきた。実はお姉さんは最初は私に料理を教わりたいって家に来て、私が作った料理を食べていたんですが、だんだんとただ食事をしに来るだけになったんです。普通なら夫と私の二人分の量でいいのに、お姉さんの分も入れて三人分を作る羽目になり、さらにはお兄さんに持っていくからって、最近は四人分の量の料理をほぼ毎日作ることになっていたんです。まさか、ゆかがいつもタッパーに入った料理を温めていたのは、あれはのぞみさんが作っていたものだったってことか。私がこくりとうなずくと、義兄は義兄嫁をにらみつけた。どういうことだ、ゆか。お前そんなこと俺に一言も言ってなかったじゃないか。それどころか、毎日一生懸命料理をしているんだから贅沢をさせてほしいって、俺にブランド物のバッグとか服とか要求していたよな。そう、それは。義兄に詰め寄られてたじろぐ義兄嫁。すると私の夫も義兄を援護した。道理で赤ワインとかお酒の減りが早いなって思ったんだよ。まさかのぞみが隠れて日中に飲んでいるわけはないだろうし、夫婦でこんなにたくさん飲んでたかなって不思議だったんだよ。つまりお姉さんがお金も入れずにただで俺たちのお酒を飲み尽くしてたんだな。それでのぞみに節約をしなきゃダメだなんてよく言えたもんだよ。そりゃ自分は食費を浮かせてただ飯をもらってるんだから節約できるでしょ。夫にそう言われてぐうの音も出ない義兄嫁。ゆかさん、あなたお金が足りなくて困っているって私に相談してきてたわよね。アキラの稼ぎが少なくて生活が苦しいって、それなのにアキラにブランド品を買うようにお願いをしているってどういうことかしら。私はあなたに援助をしてほしいって言われたから月5万円を渡していたんだけど。なんだよそれ、聞いてないぞ。次々と発覚する義兄嫁の悪事。義兄嫁は一気に全てがバレて顔面蒼白状態になっていた。ゆか、ちゃんと説明しろ。他に何か隠してることとかないのか。その義兄にものすごい剣幕で詰め寄られて、義兄嫁はしどろもどろになっていた。とにかく今日はもう帰るぞ。これからの夫婦のことについて話し合わないといけないからな。のぞみさん、今までこいつが迷惑をかけて本当に申し訳なかった。今までかけた食費に関してはちゃんと支払うよ。母さんにもお金は返すから。俺が立て替えるけど、もちろん全てゆかに請求するからな。義兄の発言に怯える義兄嫁。義兄はそんな義兄嫁を引っ張っていき、義実家を後にした。のぞみ、本当にごめん。今までそんなにのぞみが苦しんでいたのに気づけなくて、いつも残業ばかりで帰るのが遅くて、お姉さんが家にしょっちゅう来てたなんて知らなくて。いいのよ、私も今まで黙っててごめん。あなたに心配かけないようにと我慢してしまっていたの。これからはちゃんと相談するから。ああ、夫婦でちゃんと話し合うようにしよう。私は夫に報告しなかったことを反省し、もっと夫を頼ることにした。その後、義兄は義兄嫁について詳しく調査したらしいのだが、そこで義兄嫁が不倫をしていることを知ったらしい。何でも義兄嫁は出会い系で知り合った大学生の男の子とママ活的なことをしていたらしい。だから義母からお金をもらい、そして家事をする時間がないから私に料理をたかっていたのだ。その事実を知った義兄は大激怒。もちろん離婚を突きつけて不倫による慰謝料も請求したそうだ。義兄嫁は専業主婦だから慰謝料は支払えないと言ったそうだが、彼女の両親が立て替えて支払ったらしい。その他に義兄嫁が義母からもらっていたお金や、私たちの家でたくさん食べた料理の食費も彼女のご両親が立て替えてくれた。そして義兄嫁を監視しながらバイトをさせて、
建て替えた分の借金を少しずつご両親に返済するようにしたそうだ。本当に義兄嫁はどうしようもない人というか、そこまでありえないことをしていたのかと呆れてしまう。とりあえず私は無事に食費をもらえたのでよかった。これからも夫のためを思いながら料理を頑張り、そして何かあった時には必ずすぐに夫に相談しようと思う。今回のことはとても厄介だったが、それでもこれからの夫婦生活をより良くするための気づきを得られたと、前向きに考えていこうと思う。そしていつまでも夫と仲良く幸せな夫婦でいたいと思う。最初から料理を教わる気なんてなくて、食費を浮かしたいだけだったんですね。しかも、そのお金はママ活で若い子に貢ぐためだったなんて最低です。主さん含めて義兄嫁と縁が切れて、みんな良かったと思います。彼女のご両親がまともな人たちだったのも救いでしたね。厄介者を追い払うことができたので、主さんや義実家の人たちはこれからも家族仲良くしながら、楽しく平和に幸せな日々を過ごしてくださいね。ご視聴いただきありがとうございます。本日の物語はいかがでしたか？チャンネル登録よろしくお願いいたします。では、次の物語でお会いしましょう。